こんにちは、池田真子です。はい、今回はテムで爆買いしたので大量購入品を紹介していきます。洋服を中心にバッグやポーチ、収納グッズ、インテリアなども買ってみたのでお買い物の参考にしてください。で、お買い物の際はこちらのクーポンコードを使っていただくとさらにお得に買えるのでぜひお使いください。まずこちら、ソリッドモックネックプルオーバーセーターです。はい、こちら全体的にゆったりとしたシルエットのニットになっています。で、この首元や手首周り、あと裾がちょっとくるんとしたデザインになっていて、これも可愛いです。ニットはざっくりとした耳なので春まで使えそうです。はい、身長159センチで S サイズを着ています。袖周りもボリュームがあったりとか体型カバーもしてくれるようなニットです。で、首元も全然詰まりすぎていなくて痒かったりとかも気にならないです。着心地がすごい軽いです。はい、ちょっとあえてオールホワイトのコーデにしてみました。トップス自体どっちかというと黄みがかった色味になっているので、こう顔が浮くことなく柔らかい雰囲気で着られます。ニット自体はカジュアルな雰囲気なんですけど、ちょっとバッグで差し色とか入れてあげると大人らしい雰囲気で着ることもできます。で、インナーだけ真っ白なものを着ると透けやすかったりするので肌色に近いインナーを選んでください。はい、次こちら、ボタンダウンポケットニットカーディガンです。こちらはもうこのゴールドのボタンがポイントになったカーディガンで、前に2つポケットもついています。これもちゃんとボタンで留めれるように、ん、あ、違う、えポケットにはなってるんですけど、ボタンはつながってるのでペンぐらいやったらさせるようなポケットですねそっか、一緒になっちゃったんや。で、よく見るとグレーにブラックとブラウンの糸が混ざったようなデザインになっています。はい、今回 M サイズを着ています。もう手が全部隠れるぐらいで結構大きめのサイズです。手首周りにもボタンがついていました。軽い素材のボタンなんですけどデザインも凝ってます。はい、デニムスカートと合わせるとこんな感じです。トップスとしてそのまま1枚で着るのがすごい可愛いです。で、このゴールドのボタンがポイントになっているので1枚で着ても収まりになるし、なんかアクセサリーとかあまりつけなくても華やかな印象になります。生地も薄手で春まで着られるし、柔らかい素材のおかげなのでインしやすいです。続いてこちら、ソリッドケーブルニットトップです。こちらはベストになっているので今の時期から春まで着やすいです。生地は柔らかいニット素材になっていて程よい厚みもあります。で、この脇の部分はしっかりと開いたデザインで、ここがボタンで留める形になっています。はい、シャツの上に重ねてみました。普通に閉じて着るとクルーネックになっていて、首がしっかりと詰まったデザインになっています。で、このまま着てももちろん可愛いんですけど、ちょっと抜け感を出したいっていう方はボタンを開けて着るのもおすすめです。はい、こういう風に着るとこの丈の裾部分の位置が少し上に上がるので、ウエストの位置も高く見えます。首元もすっきりとした印象になります。全体的に落ち着いたトーンのコーデでもこういう風に少しデザインがあったりとか差し色を入れることで地味になりすぎずにワンランク上のコーデが仕上がります。はい、続いてこちら、ソリッドクルネックプルオーバーセーターです。またまた1000円台ですね。こちらは少しハイネックのゆったりとしたシルエットのニットです。サラッとした素材になっているので春にぴったりなニットです。はい、実際に着てみると生地がすごいサラッとしていて本当に涼しい感じで着られます。首元はしっかりと詰まったデザインになっているんですけど、そこまでこう締め付けられる感っていうのはあまり感じなくって、なんかこの長さも高すぎないのがちょうどいいなと思います。ベージュの洋服はデニムでもスカートでもカラーアイテムでもいろんな洋服と合わせやすいので1枚持っておくと活用できると思います。続いてこちら、バレンタインデーのモックネックフリースリブニットセーターです。コーヒーというカラーを選びました。こちらはパッと見はすごく伸縮性のあるリブニットセーターなんですけど、実はこちら裏肝になっています。すっごいふわふわじゃないですか。すごい滑らかなふわふわ感で、これだったら寒い日も助かるなと思って試しに買ってみました。今回は S サイズを選んで、日本のサイズだと L サイズに当たるみたいなんですけど、サイズはすごいぴったりでした。首もしっかりフィットしています。今素肌で着てるんですけど、もうチクチク感とかが全くなくって、すごい気持ちいいです。これはこの中にインナーを着てもいいのか、これがインナーとして着ていいのか、どっちなんですかね。どっちだと思いますか。はい、丈は腰回りまでしっかりとカバーできるぐらいあります。今少し動いてみたんですけど、着てばっかりだからか若干この生地がふわふわっていうよりはツルツルに感じて、時々こうひんやりして感じる時があります。
なのでもしかしたら暖かいインナーの上から着て風を通しにくいみたいなイメージかもしれないです。はい、ちょっとゆるっとしたパンツと合わせました。見た目はもう普通のニットなので1枚で着ても可愛いです。上からカーディガンとかを羽織ってもいいと思います。はい、続いてこちら、ソリッドシャーリングクルーネック T シャツです。これは表面がつるっとした素材の T シャツになっていて、まあ、トップスでもいけるかもしれないですけど、ちょっとインナー感が強いような T シャツです。でこちらは裏肝になっていて、もうふわふわです。すごい伸縮性も高いですね。こういう風に持った時も少しクッション性があるような厚みのある生地で、このあったかインナーが500円ぐらいで買えると思うとすごいお得ですよね。はい、こちらも S サイズを着ています。首元がしっかりと詰まったデザインになっているので、インナーとして着る場合はちょっとトップスは選ぶかなと思います。ただもうこちらは着た瞬間にめっちゃあったかいです。インナーも数千円するものがほとんどだと思うので、これだったらもうたくさんまとめ買いできますね。次めっちゃ可愛いの見つけました。こちらローヘムソリッドジャケットです。こちらは私が買った時で3600円だったんですけど、こういうジャケットって結構することを考えるとめちゃくちゃお得じゃないですか。でしかも作りもすごいしっかりとしていて本当に高見えします。ショート丈のツイードジャケットになっていて、この周りの部分は全てこうフリンジになってて、こういろんなこう糸を使って縫われているのがめちゃくちゃ可愛いです。このボタンの部分はマットなゴールドになっていて落ち着いた印象で、こう変に浮かないのもいいです。小さめのポケットも2つついています。はい、中こちらです。はい、実際着てみると M サイズでぴったりでした。このシルエットもめっちゃ可愛くないですか。で肩には薄めのパッドが入っているので形も綺麗に見えるし、だからといってこうごつく見えたり肩幅が広くなるっていうことがないのですごく着やすいです。はい、全部ボタンを閉じるとこんな感じです。はい、シンプルなコーデにこのジャケット羽織るだけで一気におしゃれになります。でこちらはちょっとこう可愛くなりすぎないかなっていう風に心配だったんですけど、実際着てみると落ち着いたピンクでもあるし、シルエットもすごい綺麗で上品さもありつつカジュアルに着られるので大人も取り入れやすいです。なんかイメージ的には女子会ランチとかにも使えるんじゃないかなと思います。続いてこちら、ソリッドドレープストレートレッグパンツです。こちらも1000円台で買えます。はい、こちらは前に2タック入ったパンツになっていて、素材はすごくサラッとしています。前はスッキリとしたデザインなんですけど、後ろがゴムになっているのでこちらも履きやすそうです。はい、今回 S サイズを履いていて、日本でいう M サイズみたいなんですけど、もう本当にぴったり履けます。お尻周りもゆとりがあるので苦しさとかもないです。このタックが入っているおかげでこの胴体がのぺっとして見えないのがいいです。はい、こちらはもう本当にシンプルなパンツなので、きれいめにもカジュアルにも合わせられます。これはもう本当に万能なパンツですね。今の時期1枚で履くには少し寒いので中にタイツを仕込むのがおすすめです。はい、次こちら、ハイウエストプリーツスカートです。こちらも1500円以下で買えます。ウエストはゴムになっていて、このスカートの部分はちょっとこう光沢感のあるデザインになっています。程よいシアー感もあって春にもぴったりです。このキラキラ感伝わりますか。はい、実際に履いてみるとウエストがもうゴムになっているので本当に苦しさもなく、めちゃくちゃ履きやすいです。丈は身長 159cm の S サイズで、足首が見えるぐらいです。膝あたりまで裏地もついているので透ける心配もなく履けます。これ見た目はすごい綺麗な印象なんですけど、意外とスウェットとかと合わせても可愛いかもしれないですね。上品で綺麗なスカートを履きたい時にぴったりです。はい、次から小物です。こちらホームスリッパを購入しました。最近こういうブーツがたくさんのお店から販売されていると思うんですけど、こちらはホームスリッパということでお部屋で履けるタイプになっています。もう持つとすごい軽くて、後ろがスポンジみたいな素材になっています。なんかこう凹凸感があるのでお部屋でも滑りにくそうです。はい、中はふわふわの素材になっています。はい、実際に履いてみました。これルームスリッパー選ぶときは冬だと結構モコモコソックス履かれる方も多いと思うので、大きめのサイズ買うのがおすすめです。お部屋でも可愛いスリッパで歩き回れるのがまた気分上がりますよね。ちょっとこの足の甲を曲げるときに硬さは感じるんですけど、スリッパ自体軽いので、まあ、普通にちょっと歩く分には気にならない範囲かなと思います。こうしゃがんだりとかすると結構ここが硬いので、それだけ気をつけてください。はい、続いてこちら、厚手のウィンターソックスです。こちらは2足組でした。これよく見るとブラックの方が長めですね。
はい、実際に履いてみるとちょうど膝下までの丈です。生地が厚めの素材になっているので履いていてすごくあったかいです。で、こういうフレアパンツを履いた時って結構下からこう風が入ってきやすくて寒かったりとか、今までちょっとレッグウォーマーを試したりとかもしてたんですけど、こういう長い靴下をそもそも履けばこの足回り全体がしっかりとこうカバーされるのであったかく過ごせるなと思います。はい、次からバッグやポーチ類です。こちらポータブル化粧品ハンドバッグです。こちらは小さいキャリーケースになっています。結構最近キャリーケースの上に置く小さいキャリーケースみたいなのが出てて、それがすごい気になってて、ちょっと今回買ってみました。しかもこれ1000円台で買えます。見た目はもう本当にスーツケースです。底がつかないようなパーツがついていたり、反対側はスーツケースの持ち手の部分に通せるようにここにゴムがついています。で、持ち手の部分が柔らかい素材になっていてすごく持ちやすいです。で、中を開けるとこちら、もう中までしっかりスーツケースです。この片方がファスナーで仕切れるようになっていて、メッシュポケットもついています。普段コスメをたくさん持ち歩く方だったりとか、あとスーツケースの中に入れるとこうごちゃごちゃしそうだけど、別で持ち歩きたいっていう時に大事なものを入れるのにもいいかなと思います。若干形はかさばるんですけど、持った感じはね、見た目以上に軽いです。なんか見える場所に置いてでもすごい可愛いので、お部屋の収納ボックスとして使うにもいいなと思いました。続いてこちら、大容量トラベルストレージバックパックです。めちゃくちゃ大きいリュックですね。最近機能的なリュックがたくさん販売されていて、その中からちょっと今回一番大きいサイズをね、せっかくなので頼んでみました。まず外側から見ていくと、ポケットがこの手前に2つと、あとこの背中の部分にもついています。で、こちらがスーツケースにセットできるようになっています。で、サイドにもポケットがあって、折りたみ傘とかをここに入れられそうです。ゴムなのでペットボトルもいけるかも。で、ファスナーを開けると、あ、すごい、この一番手前のファスナーを開けるとここビニール素材になっているので、濡れても大丈夫ですね。汚れた服だったりとか折りたみ傘とかもこの中に入れられそうです。で、その次のファスナーを開けると、こちら、ここがメインのスペースですね。こんな感じでそこまでしっかりと開けられるようになっているので、数泊分の荷物入れられると思います。で、反対側は大きいポケットやメッシュポケットとペンを入れるスペースなどもあります。すごい機能的。反対側にもう一つポケットありましたね。で、内側に USB がついていて、こちらは外からこのコードさせるようになっていて、このまま充電ができるようになっています。バッテリーをこのポケットとかに入れておいて外につなぐっていうイメージですね。で、中にこの生地があるんですけど、これ実はこちら、そこにもファスナーがついていて、はい、ここから靴を入れられるようになっています。これがさっきのメインスペースにつながるところです。で、靴を入れたら汚れると思うんですけど、こちらを出して汚れを払うこともできます。穴が開いているので蒸れにくそうです。で、背面のポケットはこれがパソコンを入れられるようになっています。こちらクッション性が高くなっていて、この生地自体もすごく分厚いので安心して持ち運べます。で、両サイドこちらで留めれるようになっているので、なので中に入れる量によって、まあ、ここを縛ってちょっとこうリュックをコンパクトに見せることができたりとか、盗難防止にもつながると思います。で、こちらリュック自体がしっかりした作りになっているので、若干重さがあるなっていう風に感じたんですけど、こうやって背負ってみると先ほどの重さは感じないです。めっちゃ軽く感じる、不思議。この肩の部分も太めになっていたりとか、こうクッション性も高いので思った以上に軽く感じます。はい、今こちら、ちょっとね、かさばる冬服を1泊分とパジャマ、コスメポーチ、スキンケア類、ヘアアイロン入れてみたんですけど、この十分に入ります。で、これでもまだ若干のゆとりがあって、これ以外のポケットはまだ使っていない状態なので、ここにパソコンを入れたりとか水筒を入れたりとか、まあいろいろ細かいものを入れたりっていうことができると思います。形違いだったりいろんなサイズが販売されていたのでチェックしてみてください。はい、次こちら、シルバーのポーチです。これはピンクゴールドもありました。前にタグがついていて、なかなかなギラギラ感のポーチです。すごい可愛い。はい、中はシンプルな作りになっていて、少しマチがあるポケットです。こちらは結構大きいサイズになっているので、コスメを入れるにもたくさん入るし、こんなまとめておいたりとかするにも使えると思います。キラキラ好きな方におすすめです。続いてこちら、
ゴールドのミニポーチです。こちらは結構黄みが強いゴールドになっていて、もう雑金って感じの色ですね。こちらも中はシンプルな作りになっていて、素材はねすごく柔らかいので使いやすいと思います。ケーブル類だったりちょっとした小物入れたりとか、小銭入れとしてもぴったりです。はい、続いてこちら収納ラックを購入しました。こちらは自分で組み立てるタイプになっているので、ちょっとやってみます。はい、こちら組み立ててみました。この作りはすごい簡単なんですけど、ちょっとこの差し込む部分が硬かったりするので、何か叩けるものがあると作りやすいと思います。ちょっと私も後で頑張って綺麗に刺したいと思います。でこのキャスターはありなし選べて、こんな感じでロックすることもできます。洗面所やキッチン周りにあると簡単に動かせることができるので、ちょっとした小物収納に良さそうです。はい、続いてこちらトラベル用のパッキングバッグです。こちらは圧縮できるタイプの衣類収納袋です。デザインはもう無地のベージュです。はい、全てのファスナーを開けるとこのようにしっかりとマチがついたポーチになっていて、で洋服を入れた状態で先にこの上の蓋を閉じて、で最後にこの真ん中にあるファスナーを閉めると圧縮できるっていうバッグです。今の時期だと特にこうニットとかかさばりやすい洋服が多いと思うので、こういうバッグに入れることでコンパクトに持ち運べるので、キャリーケースやバッグの中がすっきりします。続いてこちら大容量衣類収納ボックスです。これは中が見えるタイプと見えないタイプが選べて、今回見えない方にしました。お、めっちゃでかい。中に針金が入っていて、これで組み立てられるみたいなので、ちょっとやってみます。はい、中にこういうワイヤーが入っていて、これを外側にこう広げることでしっかりとした立体型になりました。で手前からファスナーを開けて取り出すこともできるし、上にもファスナーがあるので、はい、この上から物を入れることもできます。これなかなかでかいですね。よくある不織布のケースだと自立しないものが多いかと思うんですけど、こちらはしっかりと固定されているので自立してくれるし、あと生地もね結構しっかりとした素材でできています。内側は若干ツルツルした素材になっているので、もう多少の汚れであれば拭き取れそうです。え、マジで私入りそうなぐらいな。これだったら棚上に置いていても、軽い毛布とかだったらこの手前から開けて取り出すこともできそうだし、サイズもいろいろ販売されていたのでチェックしてみてください。はい、続いてインテリアや雑貨系です。こちらタッセル付きスローブランケットです。はい、広げるとこれぐらいの大きさです。で四つ角にこちらのタッセルが付いているのがポイントです。薄手のニット素材になっているので春にもぴったりだし、このピンク自体はコーラルピンクのような感じで温かみがある色なので、これを使うだけでお部屋が一気に春らしくなると思います。これぐらいのサイズだとソファーにかけたり、ベッドのお布団の上にかけるのも可愛いと思います。はい、続いてこちらキャンバスタフテッドタッセルクッションカバーです。こちらはホワイトとライトグリーンが混ざったクッションカバーになっています。またこの四つ角にタッセルがついてて、これも可愛いです。こちらも結構柔らかいグリーンになっているので、いろんなカラーと組み合わせて使いやすいと思います。例えばさっきみたいなピンクだったりイエローとかグレーとか、いろんな色と合わせやすそうです。裏は無地になっていて、クッションはこのサイドから入れられるようになっています。はい、続いてこちら生理用ヒートパッドっていうのを買ってみました。これはこんな感じでお腹に巻くタイプになっているんですけど、はい、イメージこんな感じですね。でこちら USB に接続すると温まるような商品になっています。なのでこうバッテリーだったりとかが必要ですね。これもしかしたらバッテリー入れやったりするんですかね。なんか謎のポケットがついてて、ここにバッテリー入れてねっていうことかな。でよく見るとここに電熱線のようなものが透けて見えるかと思うんですけど、ここが温まってお腹を冷やさずに過ごせるっていうような商品です。今の時期お腹が冷えやすかったりとか、生理のタイミングとかはお腹を温めることでちょっと生理痛が和らいだりっていうことがあるので、バッテリーさえつなげれれば暖かく過ごせると思います。最後こちら
キャスターテクスチャードホイールカバーです。こちらはスーツケースのキャスターのカバーです。最近いろんなカラーが販売されているんですけど、今回のものはちょっとこう凹凸感があって、なんか雨の日にも滑りにくそうな形です。こちらを使うことで移動するときにこうガラガラと音が鳴るのを防げたりとか、キャスター部分が傷ついたり割れたりするのを保護することができます。で、帰ってきたらこちらのカバーを外してこれ単体で洗うこともできるので、普段キャリーケース使われる方におすすめです。はい、ということで今回はティムの大量購入品を紹介しました。物にはよると思うんですけど、本当に3000円以上のものの方が少ないんじゃないかっていうぐらい、今回もお得に買えるアイテムがたくさんあって、洋服も雑貨もプチプラで揃えられるし、しかも高見えするアイテムも多いので、気になるアイテムがあれば概要欄に商品名書いておくので改めてチェックしてみてください。なんかもうほとんどのものがティムで揃えられるので、ちょっと今後お買い物するときは先にティムでチェックしてから値段の比較してみたりとか検討するのもいいと思います。で、お買い物の際はこちらのクーポンコードもぜひお使いください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。